サッカーパリ五輪予選権 U23 アジアハイカタール大会1次リーグ B 組最終戦日本ゼロの1韓国2024年4月22日カタール写真寝転んで喜ぶ韓国選手とは対照的に敗れうなだれる松木八大会連続の五輪出場を目指す U から23日本代表は1次リーグ最終戦で U23 韓国代表に0対1で敗れ B 組2位通過が決まった 0対0の後半30分に CK から今大会初失点し、攻撃陣は最後まで沈黙。2連勝ですでに1次リーグ突破を決めていたが、今大会初黒星となった。次戦は25日の準々決勝で A 組1位の開催国 U23 カタール代表と激突。大会3位までが五輪出場権を獲得し、4位はギニアとのプレーオフに回る。 大岩ジャパンが宿敵に屈した。0対0で迎えた後半30分だった。CK からボールはファーサイドへ送られる。今大会初先発の武キノザが飛び出すが、ボールに触れられない。マークの外れた MF キムミーグに頭で合わせられ、先制を許した。ここまで体を張ってきた守備陣が見せた一瞬の隙。大岩ジャパンには重く痛い一点となった。 先発は大胆に7人を入れ替えた。勝ち点も、得失点差も、総得点まで同数で並んだ宿命のライバル韓国戦。先に主導権を握ったのは大岩ジャパンだった。前半11分、FW 平川のアーリークロスに今大会初先発の FW 内野渡るが飛び込むなど、左サイドを起点に攻撃を仕掛けた。だが1点が遠い。 FW 陣はまたも無得点だった。大岩監督は、この23人でいかにいい状態を作るかが目的、と話し、全員で戦うことを強調した。0対0のまま、時計が進むと後半9分には MF 川崎が相手から危険なタックルを受け、一触即発ムードに。徐々にヒートアップした。同18分には MF 松木、MF 藤田、 FW 佐藤と次々とカードを切り、構成に出たが、逆にセットプレーから失点を喫した。A 代表の森安監督も見守る中、宿命のライバルに敗れ、一時リーグ B 組で痛恨の2位突破となった。準々決勝は25日、相手は開催国カタールに決まった。A 組で圧倒的な力を見せ、3試合でわずか1失点と鉄壁の守備を誇る難敵だ。 今大会でのパリゴリン切符獲得は3位まで。完全アウェイとなる大一番で、大岩ジャパンの底力が求められる。下向き黒三角 MF 荒木いい崩しはできているので、ゴール前の決定力、それだけだと思います。ここからが本当の戦いと言ってもおかしくないので、切り替えてやっていきたいと思います。